さあやっていきましょうか。セブンスアニバーサリー、自分の手持ち積む全て紹介するまで終わりませんということで、限界レース耐久レースやっていきましょう。続きまして、アナと雪の女王よりサプライズエルサ、出てきた雪だるまをタップ、周りの積むを消すよということで、これは何ですかね、バッドハットミニに近い積むになるんですかね、まあ、とりあえずやってみましょう。お、結構最初からいますね、うん、ただ他の積むの配置があまりよろしくない、うん、あ、いけた。さあシュン、あ、これを全部消して、あ、で氷付きにしてくれるんですね。あ、なんていう S 付けの配置ですね。はい、でさ、どうですかね、皆さんはアナと雪、これがね、こうね、なんか作品全然見たことねーとかって、やっぱアナと雪の女王に関してはあれだけね、もうね、ありのままにね、こう紹介された作品でしたからね、さすがに見に行ったんですよ。で1も2も見に行って、個人的には2の方が深みがあって面白かったですね。ただおじいちゃんまさかみたいな感じでしたけどね。はい、さりげなく今気づいた、オラフいるじゃんっていうね。はい、でセバスチャン以外は皆さんピクサーの作品でございますね。うん、でさあ、こう凍らせていきましょう。くる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 、ふい、え、今の凍らせ方もよろしくなかったですか。ちょっとあの出てくる瞬間を狙って氷付けにしてやれと思ったんですけどね、ちょっとくる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 しすぎるのはよろしくなかったみたいですね。はい、で、よいしょ、ザーグプライズです。オラフ、オラフ、オラフ。オラフって、何歳？ 4 歳？なんかそんな言ってるキャラでしたよね。はい。めっちゃ叫んでましたけどね、2では。ってめっちゃ叫んでましたけどね。はい。まあ、サプライズエルサは、どうだろうね、こう、雪だるまの消せる範囲一個一個が大きくなったらかなり有能なキャラなのかもしれないんですけど、まあ、なかなかちょっと今のスキルレベルだったら難しいキャラかもしれないですね。はい、ということで雪だるまを出して、それで氷付きにして消していく、そんなつもでございました。ではまた次回。